いや、遅かったではないか。心配したのだよ。まったく、心配をかけさせて。お前の身にもしものことがあったら、僕はこの先どうやって生きていけばいいというのかい。酔ってなどいない。なぜなら僕は酒を好まないからだ。まあ、なんてことでしょう。おばさん、申し訳ない。さっきも言った通り、僕にはもう心に決めた人がいるのです。そう、ここにいる彼女こそ、僕が生涯ただ一人と決めている未来の妻となる女性なのです。いやあ、唐突にすまなかったな。僕のおばがそろそろ所帯を持てと口うるさいものでね、僕としても結婚はやぶさかではないのだが、今はまだそういう気になれないのだ。それでついちょうどよく現れたお前にフィアンセの代役を頼んだというわけなのだよ。僕に特定の相手がいると知ればおばも諦めるだろうと思ったんだよね。おや、怒ったのかい。頬がぷっくりと膨れている。まるで頬袋に限界まで餌を詰め込んだコリスのようだ。かわいいではないか。そうだ、今日からお前のことをコリスちゃんと呼ぶことにしよう。それはそうと、いい縁談だったみたいじゃないですか。見合い相手は申し分のない家柄のご婦人なんでしょ。家柄の良し悪しが問題なのではない。今は学問に集中したいのだよ。まだ書きかけの小説もあることだからね。でも本当におばさんに信じてもらえたんですか。ん？彼女のことです。怪しくないですか。いくらなんでも。いやいや、そうではない。春草はいつも言葉が足りないのだ。うん、だが確かに彼女の身元がはっきりしないことにはな。フィアンセと認めさせるのは難しいかもしれない。それはそうでしょう。メイカなら特に。全く厄介な話だ。おばは良縁だからが口癖だが、良縁などそこらに転がっているものではない。我が国の離婚率の高さを見れば一目瞭然だというのに。コリスちゃん、そこで一つお前に協力願いたいのだが、どうにかお前に僕のフィアンセに足る資格を有してもらいたいのだ。僕はたった今妙案を思いついたのだよ。実は近々6名間で新聞社主催の美人コンテストが行われるのだが。ああ、家族やら管理やらのご令嬢がその優位を競い合うとかいう催しですか。うん、
このコンテストでお前が好成績を獲得すれば、さすがのおばもフィアンセとして認めざるを得ないだろう。いかにも。無理でしょう。はは、息がぴったりだな、二人とも。おや、自分でできないと決めつけてしまうのかい？人間は進化し続ける生物なのにな。僕は常々、人間の可能性に限界などないと思っている。お前さえその気なら、例えば2週間で完璧な淑女の教養を身につけられるはずだ。なあ、俊宗、お前もそう思うだろう？思いません。いや、できるはずだ。できるだろ、コリスちゃん。何？心配は無用だ。お前には僕と俊宗がついているのだ。悪い結果など出るはずがない。いや、絶対に出させない。ねえ、今日は楽しかった？お話ししてよ、どんなことでも。何でも話してよ。やあ、コリスちゃん、今朝は早いではないか。ん？どうしたんだい？落ち着きなさい。一体何があったんだい？そうは言われてもこれから行水するのだが。いかにも、僕は毎日だいたいこの時間に行水しないと気が済まないたちでね。お前も一緒にどうだい？体を清めると気持ちがいいものだよ。男の裸を見るのは初めてかい？恥ずかしがらずとも良いではないか。お前が一糸まとわぬ姿になろうと、僕は医者だから気にしないよ、コリスちゃん。
恐れ入ります。何を褒められてるのかちょっとよくわかりませんけど。ところでクリスちゃん、今日は暇なのかい？おう、うん、そうか。どうやら僕の予想は外れたようだ。いや、僕はてっきりお前がどこかの大名家族の御令嬢かと思っていたのだ。六名館では仕立ての良さそうな様相を身にまとっていたからね。だがお前は女中の仕事を手伝いたいという、過保護に育った令嬢の発想とは思えない。下町育ちの娘という風情でもないし、いよいよお前の出自が謎めいてきたと思案していたところだ。まあややこしい話はひとまず置いといて、今日は僕に付き合いたまえ。今日は休みなのだよ。ぜひとも一緒に外出してほしいのだが。お前と外出すれば僕は家にいなくて済む。あのおせっかいな身内とも顔を合わさずに済む。といった寸法だ。わかるだろう？善は急げだ。朝餉を食べたら出発しよう。いいね？どこに行こうか。いいよ、僕はただ家にいないで済む理由が欲しかっただけだ。というわけでクリスちゃん、行き先はお前に任せる。好きなところに連れて行ってやろうではないか。この際どこでもいい。さあ、何か思いついた地名を言いたまえ。渋谷？あんなところに行ってどうするんだい？僕は別に構わないが、渋谷に店などあっただろうか。あるのは道玄坂の和菓子屋くらいか。まあいい。おい、渋谷に行ってくれ。ここは渋谷村だが、いかにも。お前が行きたいと言ったのだろう。何をそんなに驚いているんだい。もしや、何か思い出したのかい？銀座や浅草ならまだしも、こんな偏僻な村に来たがるなんて妙ではないか。お前にとってゆかりのある土地なのかと思ったのだが。
やはりそう簡単にはいかないようだな。じゃ、他に行きたいところは？そうだ、もっとあるだろう。なんだ、遠慮しているのかい？上野や神楽坂や横浜、他にもいろいろあるだろう。なんだなんだ、元気がないと思っていたら腹が空いていたのかい？そういえば春草と三人でいろはに行った時もなかなかの食いっぷりだったな。なに、食欲旺盛なのはいいことだ。衣食同源という言葉もある通り、これからの時代は婦人こそたっぷりと需要をつけるべきだと僕は常々思っている。よし、計画変更だ。今日はコリスちゃんに食い道楽を極めてもらおうではないか。いいから僕についてきたまえ。さーて、何から食べさせようか。いたずら者はいないかな？ん？猫いらず売りのことかい？おや、知らないのか？あれはヒ素を売っているのだ。ネズミにはてきめんに効くからね。あれは草履売りだ。見ての通り城西屋だろう。初期払いの千字薬を売っているのだが、まったく不思議な娘だな。お前は見るもの全てが珍しいとは、まるで赤子のようではないか。もしくは西洋人だ。僕の知り合いに小泉八雲という男がいるが、彼と反応が似通っているのも興味深い。小泉さんを知っているのかい？まだ昼下には早い。その前にアイスクリームでも食べることにしよう。アイスクリームを2つおくれ。まさかアイスクリームを見るのも初めて。
とか言うんじゃないだろうね。どうかな？おいしいかい？懐かしい。懐かしいときたか。これはまたキテレツな表現だ。ゾウリウリやジョウサイヤも知らないお前がアイスクリーンを懐かしい味だという、実に愉快ではないか。さあ、どんどん食べたまえ。もちろんだ。遠慮することはない。お前にはたっぷりと精をつけてもらって、何としてでも美人コンテストで優勝してもらわなければならないからね。本気に決まっているだろう。僕の将来がかかっているのだ。仕方ないではないか。僕が出場するわけにもいかないからね。ない。だってほら、たっぷり肉を食べただろ。食べてしまったものは断れない。違うかい？何とでも言うがいい。とにかくこれでお前は僕の言うことを聞かざるを得なくなったわけだ。ほう、どうやって？口入れ屋で職でも探すのかい？止めはしないが、身元のわからない娘を雇う輩などろくなものではないよ。世間にでも売られてみたまえ。身請け話でも出ない限り生涯カゴの鳥だ。二度と吉原大門の外に出ることはないだろう。そうだ、僕としてもお歯黒ドブに身を投げるような結末をお前に迎えてほしくない。こうして出会ったのも何かの縁だろうからね。おや、もう食べないのかい？
どうしたんだいクリスちゃん、この世の終わりのような顔をして。水着審査。お前は囚人監視の中で水着姿を披露するつもりだったのかい。確かに僕はお前には一肌脱いでほしいと思っているが、何も本当に脱げとは言っていないよ。水着姿を審査するなど公序良俗違反だ。海水浴場でも男女が一緒に泳ぐことは禁じられているではないか。うん、海では男女別に泳ぐ区域が定められているのだ。しかしお前という娘は本当に何も知らないのだな。うん、従来は写真審査のみだったのだが、今回のコンテストは一味違うようだ。何でも出場者を6名間に集め、それぞれの美貌だけでなく特技も披露させるらしい。いかにもこれからの国際社会に通用する才色兼備な日本女性を選出するのだそうだ。ちなみに優勝商品は何だと思う？ハワイ。随分と唐突だな。なぜそこにハワイが出てくるんだい？それも魅力的ではあるが、残念ながら違うのだ。聞いて驚くなかれ。なんと優勝商品はダイヤモンド入り18金指輪、しかも300円相当の品だそうだ。結構な品に決まっているだろう。300円といえば管理の初任給の約6倍にも値する品だ。どうだ、やる気になったかい。ほう、その程度の品では本気を出せないと。僕はますますお前という娘がわからなくなってきた。いいな、さっきお前は300円を安いと口走ったではないか。その金銭感覚といい、牛肉を好む味覚といい、やはりどこか平民離れしている。お前は一体何者なのだろうな。ただいま帰ったよ。お帰りなさい。こら俊宗、何か言うことはないのかい。は？は？じゃない。僕とコリスちゃんが二人で帰宅したのだ。ここはお二人さんデートですかと冷やかすところだろう。デート？僕たちは銀座でデートを楽しんでいたのだ。そうだろコリスちゃん。ほら聞いたかい俊宗、デートだデート。はあ。どうだ、羨ましいだろう。はあ。ははそうかそうか、羨ましいのかい。
いや、今日はなかなか楽しかった。特にお前の食べっぷりは見ていて実に気持ちがいい。君、また大貝さんにご馳走になったの？ずうずうしい。それで出る気になったの？美人コンテストとやらに。そりゃわかるよ。君、いかにも食べ物に釣られやすそうな顔してるし。やれやれだ。俊宗、お前はデリカシーというものがなさすぎる。もう少し言葉を選びたまえよ。俺は文筆家ではないので言葉の選び方など分かりません。そうやって努力を放棄するんじゃない。少なくとも歩み寄る姿勢を見せるべきではないのかい。お前は居候として彼女よりも先輩なのだからね。はい。よし、俊宗も反省したようだし、ここは一つコリシちゃんの歓迎会でも開くことにしようではないか。歓迎会？お前が我が屋敷に居候すると決まった時も歓迎会を開いただろう。まさか忘れてしまったわけではあるまい？忘れたくても忘れられませんよ。よし、至急準備をしようではないか。おい、フミさん、あれの用意をしておくれ。このお屋敷に居候を決めた人間にはある通過儀礼があるんだ。別に普通だけど。はい、お待たせしました。これは葬式饅頭だ。うん、今からコリシちゃんと俊宗に僕の好物をご馳走しようと思う。では早速調理するとしようか。あの、大貝さん。なんだい俊宗。例のあれ本当に食べるんですか？当然ではないか。葬式饅頭の最もうまい食べ方といえばあれしかないだろう。はあ。まずは茶碗にご飯をよそってっと。ん？これは饅頭茶漬けを作っているのだ。いかにも見ての通り簡単な料理だ。まず茶碗に盛ったご飯の上に4分の1の大きさに割った饅頭を乗せる。さらにその上から熱い煎茶を注ぎ、これで完成だ。どうだい、うまそうだろこのふやけた饅頭の薄皮といい、煎茶に溶け出したあんこの甘い香りといい、ご飯にはぴったりの食材だと思わないかい？いえ、あんまり。では熱いうちにいただきます。うん、最高だ。
米の一粒一粒にしっかりとあんこの風味が絡みついている。煎茶の香ばしさが甘さを中和し、スルスルとした喉越しはまさに爽快の極みだ。牛鍋やビフテキも悪くはないが、やはり饅頭茶漬けの完成度にはかなうまい。ほら、お前も早く食べたまえ。こらこら、遠慮は無用だ。いや、ダメだ。三位一体からなる究極の美味を舌で感じることに意義があるのだよ。それをもってお前に歓迎の意を表そう。ははあの程度の食事で恐縮などするんじゃない。またいつでも食べに連れて行ってやろうではな。おい待て、俊宗、どこへ行く？いえ、ちょっと用事を思い出しまして。まだ饅頭茶漬けが残っているようだが。俺は以前にも食べさせられ、いや、いただいたことがあるので、今回は彼女に譲ります。ほら、食べなよ。大貝さんが手から作ってくれたんだ。君の旺盛な食欲なら茶漬けの一杯や二杯どうってことないだろう。ずるい？はて、何のことやら。ほう、女性に甘いものを譲るとは。俊宗もなかなか紳士的な振る舞いができるようになってきたではないか。ではコリスちゃん、俊宗の分も食べるといい。さあ、たーんと召し上がれ。何をためらっているのだろう。さては、僕に食べさせてほしいのかい？なかなか誘い上手ではないか。いいだろう。ほら、口を開けて。そうそう、いい子だ。汁も飲みなさい。そうだ、全部飲み干して、一滴残らず。そう、どうだい、うまいだろ。そうかそうか、声も出ないほどうまいのかい。若いのになかなかどうして美食家ではないか。なあ、俊宗。ねえ、全くです。あれ、饅頭茶漬けまだ残ってるみたいだけど。ん？ぶっちゃけ？ぶっちゃけって何？ご存知ですか、大貝さん。ぶっぶっちゃけか。聞いたことがあるような気がしなくもない言葉だが。俺もどこかで聞いたような。どこで聞いたのやら。ぶっちゃけ、ぶっちゃけ、確か。ああ、思い出した。あれだ。相撲の決まり手の一つだ。こう、土俵際まで攻め込まれた力士が、寸前のところで体をひねり、相手の力士を土俵の外に投げるという。大貝さん、それはうっちゃりです。ん？ぶっちゃけではなく、うっちゃり。ああ、そうだったかい。まあ、似たようなものではないか。
確かに5文字中3文字は合っていますが。だろ？おそらく似たような相撲の決まり手が新たに開発されたのだ。なあ、コリスちゃん。おや？春草。彼女はどこに行ったのだ？え？変だな。さっきまでここにいたんですけど。はて。では、川屋にでも行ったのだろうか。よし。では、春草。まんじゅう茶漬けの残りは、お前が食べるといい。はい？夫人が川屋に行くと長いからな。彼女にはまた日を改めて作ってやろう。さあさ、冷めるぞ。一気に書き込みなさい。いや、でも俺はもう、あの。遠慮など水臭い。なんなら、彼女と同じように、僕が直々に食べさせてやってもいいのだが。あの、大貝さん。そら、春草。口を大きく開けたまえ。結構です、本当に。口を開けろと言っているのだ。ほら、あーん。あ、いたたたたた。急にお腹の調子が。失礼します。こら、待て。どこへ行く、春草。あー、いたたたたた。待ちたまえ。はははこら、春草。どうしたんだい、コリスちゃん。しっかりしなさい。何があった？大丈夫か？落ち着いたようだね。では、何があったのか話してもらえるだろうか。そこに何か？何がない？お化け？さあ、どうだろうな。仮にいたとしても、僕には見ることができないからね。お前は何かを見たのかい？ん？ああ。お前、まさか玉寄りかい？
いや、まさかな。玉寄りを知らない？まったく、お前はどこまで世間知らずなのやら。ああ、そうだった。しかし難儀だな。自分に関する記憶どころか、一般常識も忘れてしまったとは。玉寄りとは、この世ならざる者を見ることができる輩の総称だ。普通の人間には見えるはずのないものが、玉寄りにはどうやら見えてしまうらしい。つまり、つくも神や化けの神、いわゆる、もののけと呼ばれる類のものだ。もののけは、日没から明け方までのおぼろの時に出現する。つまり今の時間帯だ。僕は玉寄りではないので、ただ概念として認識しているだけなのだが。いやいや、まさかな。おや、もう離れてしまうのかい？もっとしがみついてくれても構わないのだが。何を謝っているんだい？近所のことなど構うものか。いざという時に大きな声を出さなければ、僕がお前のもとに駆けつけることができないではないか。まあ泥棒が入ったわけでもなさそうだし、心配せずにゆっくり休みなさい。念のため屋敷の周辺を見回っておくから。怖かったらいつでも僕を呼ぶといい。何せ僕はお前のフィアンセなのだからね。それじゃあおやすみ、コリスちゃん。